はですね、岡山市北区足森に来ました。この先に旧日本軍の監視所超音施設みたいなのがあるらしいです。まあ、この爆撃機、アメリカ軍の爆撃機がどの、まあ、来るのか来ないのかっていう音で判断する施設だそうです。まあ、その当時レーダーもあったんですけども、やはりあの信頼性のある音で敵を探そうというようなシステムがまだここに、まあ、あったということです。よし。お、ありました。ここにあの超音装置があったそうです。こんな山の上に。でもただこれ降りたら上がれないということです。あの近くにね、岡山空港があるんですけど、もうここにいるだけでものすごい音です。いや、もうこの辺ね、あの竹やぶばっかなんですよね。まあ、その下には、まあ、あの普通の木があるんですけども、まあ、おそらくその当時はもうこの竹とかも一切伐採して、もう萩山にね近い感じであったんかなっていうような気がします。で、まあ、岡山とか岡山市内のその米軍の飛行機が来るのか来ないのかっていうのをここで、聴音して、まあ、空襲警報を発令したりしてたと思います。岡山市北区の足森です。はい、これも戦時中に、まあ、建てられたもの、まあ、コンクリートね、まだ残ってます。まあ、結構なね距離を走ったんですけど、昔はなんかこの辺りにねお城があったということで、結構やっぱこの辺も標高が、まあ、北区に比べたら北区の中ではまあ高い方なのかなって思います。はい、まあ、興味ある方ぜひ行ってみてください。多分降りたら本当に戻ってこれないので十分気をつけてください。
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。